こんにちは。以前、Twitter で、こんな動画がバズっていました。これは何かというと、各弾は直線上、単振動してるだけなのに、全体を見ると、円が動いているように見えるってやつです。こうやって徐々に点を増やして、わかりやすくしていました。今回はこれをユニティで作って、さらに3次元で見てみたいと思います。では行こう。さて、単振動というのは、等速円運動を真横から見た時の動きですね。実は、これもこんな感じに円運動をさせています。点を2つに増やしました。縦に往復している点は、円運動もこういう風に傾ければ、できますね。ちなみに、この円運動は、一周に5秒かかっています。つまり単振動の周期も5秒です。往復の端から中心までは、1.25秒ですね。なので、上の点を 1.25 秒遅れて動かし始めてみます。すると、片方が端っこにいるときは、もう片方は必ず中心に位置することがわかると思います。円運動を見るとこんな感じ。この時の点と点の距離と点と点の中心を表示してみました。両方の点が動き出してからは、距離は常に一定で、中心は円を描いていますね。隣に点を追加しました。向かい合わせになった点同士の距離が常に一定で、すべての点の中心の動きは、さっきと同じですね。点の位置をもうちょっとずらしました。正方形が動いているように見えますね。さて、それではさらに点を増やしてみましょう。増やしてさらに、中心の軌跡もバッチシ表示しました。どうでしょうか？各点は単振動してるだけなのに、円が動いているように見えますね。なんでこうなるのか、詳しく知りたい方は、Twitter のリプランに色々ありますので見てみてください。さて、私が見たいのは、これの3次元です。見てみましょう。中心の軌跡はどうなっているのか、予想もしてみてください。おーおー。綺麗ですね。中心の軌跡はどうやら、楕円っぽいです。この楕円の数式を誰か求めてコメントにお願いします。どうですか？皆さん、感じたこと、思ったこと、わかったこと、コメントお待ちしております。これが真正面から見たところ。これが真上から見たところ。これが真横から見たところです。物理だけでなく、数学にも視覚的に見て面白いものがいっぱいありますね。他にもこういうの何か知っている人いたらぜひ教えてほしいです。お願いします。ではでは今日の動画はこんな感じでー。